橋立ての世話用じゃ。宮津の海は遠く広く穏やかであった。海をめでる父の優しい横顔ばかりが心に浮かび、お方様は儚さとやるせなさで涙にむせばれた。
さかなくも静かに散った。お方様の身を敵に渡すまじとかねて巧みし、その刹那爆薬に火が灯されると、あたりはもう蚊に飲み込まれ、荒れ狂う嵐に燃え広がり、吹きちぎる炎に取り囲んだ軍勢もただ唖然とするしかなかった。